岡本梅林公園の梅岡本梅林公園は、兵庫県神戸市東灘区にある公園である。また、同地域に別途、ベッド、安倉梅林と呼ばれる梅林鑑賞エリアもある。神戸市が設置、管理している。面積は4566平方メートル。神戸市都市公園条例による公園の、正式名称は岡本公園であるが、一般には、 岡本梅林公園とも呼ばれている。1982年に完成した。六甲山地の高台の上に整備されている。約130本の梅の木が植えられ、開花時期には、完売客で賑わう。完売期の2月下旬から3月上旬頃には、梅祭りが開催される。梅は岡本、桜は、吉野、みかん木の国、栗丹波とうわれていることで有名である。 この梅林の始まりについては不詳であるが、江戸時代には丹波の栗や吉野の桜などともに、岡本の梅林として有名であった。江戸末期の漫画家、岡田藩公やその弟子の橋本青枝が、岡本梅林を描いた作品を残している。明治時代中期になると、鉄道が開通したこともあって、阪神館の完売名所として発展した。 しかし1938年の阪神大水害に伴う山崩れ、第二次世界大戦の戦災、戦後の宅地開発などが続いたため、梅林はほとんど消滅した。その後梅林の復興が行われ、1982年に岡本梅林公園として整備された。兵庫県神戸市東灘区岡本六丁目、ありがとうございます。